定に1分以内セットしてくださいという声が審判からかかりました。青コーナーのレパードドミネーター、対するは赤コーナーのラファール。さあ、見事優勝を手にするのはどちらのチームとなるのでしょうか。マテンのサイコロがサタライを出て台を撤去した後、声を加わってください。それでは順位決定戦第3試合を行います。互いにレイ。それでは第1ラウンド試合始め。さあ、試合が始まりました。スタート台が撤去されまして、それぞれに攻撃を仕掛ける、その準備が整いました。レパードドミネーター、対するラファール。果たして見事優勝を手にするのはどちらのチームとなるのでしょうか。こちらもそれぞれアームの形が違いますね。藤崎さんからご説明をお願いします。はい、レパードとラファール、この試合なんですけども、先ほど、レパードはですね、はい、ハーディングフェイレと戦ってまして、はい、どちらかといえば同系統のアームの長さになりますので、はい、先日は固定で来るんじゃないかと思います。はい、固定で来る、はい、あれですね、その山を挟んでこのようにじりじりとフェイントをかけつつ相手のミスを、はい、ラファールが相手のミスを誘う形と、レパードが誘ってくると、レパードが誘ってくる、ミスした方が致命的なものを取られるので、はい、さあ今大きくラファールの機体が上がりました。そして下からレパードの車体へとアームを差し込んでいます。さあ、1分の声がかかりました。まずは1ポイント先取するのはどちらでしょうか。レパードドミネーター、そしてラファール。レパードドミネーターの操縦者が今大きく肩で息をしました。さあ、なんとか攻め込んでいきたい両者ですが、さあ今ひっくり返し、また復帰しました。押し出せるか。さあ、組み合う形となっています。形勢逆転して、さあ、レパードが押し出されそうになりましたが、なんとか戻りました。さあ、絡み合う状況となっています。絡み合って、さあ、レパードの左側の足が、アームが今レパードに深く刺さっていますね。ラファールの左側の足がレパードに深く刺さっている形となり、両者なんとか動けるのかどうか見合っている状況です。両者とも一応まだ動けているので、はい、時間切れとなりましたね。タイムアップになりました、はい、第1ラウンドはまずはドローという形になります。さあ、もう状態でタイムアップということなんで、もう目を離せない状況ですね、どちらともに、はい、さあ、そして今絡み合ったことによりまして、マシンに不具合は生じているのかどうか、はい、はい、チェックを行ってますね。はい、レパード、ラファール、それぞれに、はい、チェック、修理に入ります。さあ、藤崎さんからご覧になって、はい、レパード、ラファール、それぞれどこにどのような不具合が生じているように思われますか。レパードはですね、引き続き前回 の、 あのハーディングフェーレ、ハーディングフェーレと同じように、はい、足をチェックしてる。致命的な不具合はなさそうなんですけども、はい、ネジの増し締めっていうのを行っているみたいですね。はい、そして赤コーナー、ラファールからはスプレーが出てきましたね、はいはい、やはりこれはモーターがかなり熱くなっている、それというわけではないですね、これは、うん、足を拭いているようですね。ブレーキクリーナー、パーツクリーナーで、はい、足の裏のゴミを取って、うん、それによってグリップ力を上げてますね、はい、滑りにくくなるということですね、はい、あちら側からこれですね、リングの上っていうのは、はい、そのどうしてもロボットの本体の削りカスだとか、はい、リングが削れてしまったりだとかで散り倒してるんで、うん、はい、滑ってしまうとやはり不利になってしまうので、グリップ力を高めていきたいと、はい、そういう意図があるんだと思います。はい、修理の時間は5分と定められています。さあ、ロボットを仰ぐのか、はい、人を仰ぐのかちょっとわからないですけども、一生懸命セコンドの方が仰いでおります。そうですね。さあ、レパードの方はどうやら修理完了となっているようです。さあ、そしてラファールですが、今仰いでいる部分は、ね、やはりモーターのあたりを仰いでいるんでしょうか。そうですね、今絡み合ったので、モーターに負荷がかかって発電してるんじゃないかと、はい、そしてラファール連戦ですのでね、そうですね、このあたりの負荷が考えられますね。さあ、レパードは余裕の表情で、ラファールの修理を待っているという形になっています。余裕とは言いましたけれども、そうではないときっと気持ちの中で思っているかもしれませんが、さあ、どうでしょうか。レパードも修理が終わりましたでしょうか。残り時間3分です。
2時間3分のコールがかかりましたが、はい、もうあとは最後動作をチェックして、はい、大丈夫ですという声が上がりました。残り2分46秒の修理タイムとなっています。それではマシンを設置してください。さあ、第1ラウンド目はタイムアップによるドローとなりました。さあ、続いての第2ラウンド目、果たしてどちらかがポイントを先取するのか、ご注目いただきましょう。さあ、スタート台にセッティングされましたが、若干、はい、ラファールの方が時間がかかりました。第2ラウンド試合始め。さあ、第2ラウンドのスタートです。さあ、まず最初に飛び出したのはラファール、そしてレパードが今度は細かく動き回ってきていますね。さあ、アームをなんとか、はい、そうですね、やはりしっかりと勝負を決めていきたい、そんな思いがレパードの動きから見て取ることができます。さあ、それをなんとか近づかせないようにしているのが長いアームを持つラファールです。30秒が経過し、ひっくり返されましたが復帰しました。そして後ろを取れるか、真ん中の山を軸に回っているが、はい、また退治した。やはりレパードの復帰が非常に早いです ね、 そうですね、アームの可動範囲が広いので、はい、あとは瞬発力がありますので、うん、すぐに復帰ができるんですね。そしてバックをしながら、レパードの動きを避けつつ、そしてひっくり返りながら場外となりました。見事ラファール1本です。マシンは元に戻ってください。どうしてもリング端だと復帰しようにも落ちてしまう可能性があるので、そこを狙っていたのかもしれないですね。今の勝負、青の場外により赤の1本とします。赤の1本となりました。はい、これで。さあ、そしてそれぞれ修理をしますとの声がかかりました。さあ、見事優勝を手にするのが次のラウンドで決まるのかどうか、それぞれ修理に入っています。先ほどの修理でかなり時間取られましたので ね、 そ、 でね、そんなに長くは行えないんじゃないかなと思いますが、レパードの方が、はい、ですかね、はい、ラファールの方が時間がかかっていましたね。残り半分です、はい、レパードはもう若干、修理時間残りがあるでしょうか。さあ、それぞれ、チームメイトから、はい、足の具合をチェックしてますね、はい、チームメイトから声をかけられながら、それぞれ操縦者が機体のチェックを行っています。さあ、はい、この試合レパードは試合の終了のようですね、はい、レパードは修理が終わりました。さあ、ラファールの方はいかがでしょうか。次のラウンドで見事ラファールが取れば優勝となります。そして次のラウンドでレパードが取れば1対1のドロー、続いての第3ラウンド、失礼しました、延長戦へと進みますね。そうですね、1ラウンド目がタイムアップによりますドローでした。そして2ラウンド目で赤コーナーラファールが選手しました、はい、見事レパードを場外へ落とす形で、試合を決めました。その段階で、それぞれ修理をしたいという声が上がりまして、レパードの方はどうやらチェックのみで終わったようですね、はい、そして連戦となっているラファールはやはり、修理に時間がかかっています。ただ致命的な破損等ではなく、はい、全体的なチェックをしていたように見えました、はい、さあ、緊迫したムードが漂っていますこの第20回川崎ロボット競技大会バトルロボット部門順位決定戦、この試合によりまして優勝、準優勝が決まります。残り時間50秒です。残り時間50秒となりましたラファールの修理タイムです。ではマシンの設置お願いします。さあ、3ラウンド目と移ってまいります。はい、お願いします。はい、マシンを準備します。さあ、レパードは完了しています。そしてラファール、長いアームをしっかりと収めまして、赤コーナー、さあ、準備完了です。では第3ラウンド試合始め。さあ、両者リング内へと飛び出しました。1ポイント先取している赤コーナーのラファール、さあ、なんとかレパードポイントを稼ぎたい。やはり、ラファールはなるべく山の向こうに行かないように長い矢も使いながら牽制していますね、
レパードはもうインファイトに持ち込むしかありませんので、はい、レパードひっくり返された後の復帰が非常に早いのもポイントなんですが、このリングの端で戻った時には場外が落ちてしまいました、はい、さあレパード落とされまして見事勝利となりました。赤コーナーのナサールです。一瞬の隙を突かれてレパードアーム一撃食らってしまいました。はい、それでは審判の判定を聞きましょう。ただいまの勝負、青の場外により赤の一本とします。2ラウンド選手によりこの勝負赤の勝利とします。互いに礼。どうぞ大きな拍手をお願いいたします。さあこれで見事決定となりました。優勝はラパール、そして2位がレパードドミネーターです。おめでとうございます。それではこの後表彰式の準備に移らせて